中国の古い詩の一節にあるように、春の霞の中、彼は揚州へと南下した。運河の町として世界的に有名なこの町は、朝もやの中、今私の前に姿を現す。古代の運河のそばでチェンの両親に会う。それぞれが揚州で特殊な事業を展開している。チェンさんの父親は海洋料理のレストランを経営している。家庭料理を美味しく優雅に演出する。母親は100年以上の歴史を持つ香水庫の店を営んでいる。運河は揚州の経済と文化を育むだけでなく、しかし市民の日常生活も豊かにする。運河沿いの朝茶屋で始まる揚州での一日。モーニングティーのメインディッシュとなる上質なお菓子の数々。パンや生地の形をした素晴らしい模様が多数あり、見た目は地味だけど中身はすごいんです。朝食後、運河のほとりでお茶を飲みながらおしゃべりをする。チェンさんのご両親の授業の独特の味わいが気になりますね。朝のお茶に至るまで全てにこだわった絶妙な味わいについて、彼女の父親から運河沿いで答えを見つけるようにとアドバイスされました。運河沿いでは揚州の人々の豊かな日常を感じることができる。明るいおしゃべりと笑い声に包まれた街で、まずは大明神に到着。鳴り響く鐘の音の中で家族の幸せを祈る。華やかに彩られた遊覧船に乗って細長い西湖を渡る。運河の水系の一部を構成する。そして流れに沿って美しい湖人園。ここで運河はかつて民家であった場所に流れ込む。所有者の富と優雅さを象徴しています。陶石街という古い通りに出る。そして揚州の代表的な料理である塩漬けガチョウに出会います。特製の塩でマリネし、熱湯で煎じたもの。古来運河は揚州の盛んな塩業を育んできた。食品保存の知恵を喚起する。同じ通りでは規範がココと切り絵なども体験しています。そんな中国各地の民芸品も運河を通じてここに集まっています。私の好きな体験はニーチャオ、揚州式足裏マッサージ。一日中運河を探検した疲れを癒してくれる。運河の発展が揚州人の洗練された生活への追求を後押しした。ローカルフードのエレガンスに息づく人生哲学。夕闇が迫る頃、運河沿いの暮らしは最も華やかな時を迎える。虎や太鼓をはじめ語り部が人々を楽しませる。地元の方言で語られる物語で、町が誇るごちそう文化が描かれているそうです。ワイヨー料理、食材の形を変える包丁さばきを熟知している。豆腐の花彫り、または肉をミンチにして脂身と赤身をブレンドしたペレットにする。熱を自在に操り究極の味を生み出す。ワイヨー料理では食材を芸術の域まで作り上げる。大運河を中心とした地域文化への溶け込みと同じです。驚くほど庶民の知恵から生まれた繊細な料理ばかりです。多くの家庭の日常生活に深く根ざしています。しかしチェンさんが最も期待しているのは父親の作る揚州チャーハンだ。前夜のご飯の残りと普通の食材を
一緒にさっと炒めてシンプルな調味料で彩り豊かな美味しい調味料で彩り豊かな美味しい料理の出来上がり。見た目は普通のチャーハンですが、ホームシックにかかった娘のために用意した家庭料理です。宴会で人気の一品。この家族の夕食が私の心を和ませてくれる。チェンさんのご両親の事業が持つ特別な味わいがようやく理解できました。自分たちの家族への愛と何千もの人々の伝統への敬意を象徴しています。長年にわたる懐かしさを象徴するような手の込んだ器たち、再会のぬくもりを表現した無数の光の中で、揚州のすべての家庭から和洋料理の革新に家庭の味を融合させたチェンさん一家の料理、庶民的な家庭ばかりで素敵になった運河の街、運河の精神を中国全土に伝える